どうやら事態は深刻のようですね。全部マジで？まあ冗談はともかくとして、とりあえず今日のところは外でデートをされてみては？気分転換です。部屋にこもりっぱなしというのも気がめいるでしょ。ゲームセンター、この間教授や友達に聞いた技術を実践で試してみたい。あ、でもお腹も空いてきたね。どうしようかな。うん、そうしよう。腹が減っては戦ができぬだっけ。どうかした？うん、やっぱりここのカレーはいつ食べても美味しい。ほんと？少し分けてほしい。食べさせてくれないの？嫌だった。うん、本当だ。美味しいね。今度カレーと一緒に頼んでみようかな。あった。これに挑戦したかったんだ。前は君に頼りっぱなしだったから、今日はそのお返しをしようと思って。どれか欲しいものはある？取ってあげるよ。了解、任せておいて。
今ので重心は見切った。これからが本番。こういう時は周りのぬいぐるみをどかせばいいらしいよ。両替してくる。そのまま落ちないで。やった。うん、リベンジ成功。このぬいぐるみは記念に部屋に飾ろうか。でも研究内容はあんまり役に立たなかったな。どうしたの？急に元気になって。またダメだった。
調査活動にここの空間を使おうと思って。ご飯が終わってから抱き合えばいいんじゃない？じゃあご飯の時は呼んで。ごめんください。お邪魔します。久しぶり、京子ちゃん。彼方との生活は順調に行ってないみたいだね。その顔を見ればわかるよ。彼方が苦労をかけちゃったのかな。無理しないでね。何かあればいつでも相談に乗るから。ねえ京子ちゃん、彼方は体こそ人間になったけど、人の心ばかりは僕らにも作れないんだ。だからカナタと生きていくことを望むなら、人の持つものをゼロから教えていかないといけない。たくさん失敗もするかもしれない。